はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ皆さん、 3.5 周年現在やってきておりますけども、今回後半戦に突入ということになりまして、現在やってきておりますイングランド染めのガチャもですね、第2弾が登場というところになりましたので、今回はそちらの説明を中心にですね、今週の更新情報という形でお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、でお知らせ画面にやってきました。 3.5 周年もですね、いよいよ後半戦に入ってまいりました。ここから2週間、後半戦という形で、いろいろなイベントが続いていくわけでございます。まずはスペシャルログインボーナスですね。獲得できる選手は星4の、オーウェン、キャンベル、シアラね、ガチャで登場した3人の選手が、星4バージョンでログインで手に入るよと。でログインボーナスも非常に熱いことになっておりますので、いやいいですね。最大3600GB もらえるよということになっております。はい、そして後半戦はパネルミッションがやってきております。期間はですね、その14日間2週間というところになっておりますので、その間にですね、現在やってきております、無料スカウトですね、ワールドドリームスターズの選手たちが何人か重ねれることになっておりますので、こちらの選手たちも獲得できるラストチャンスになってくると思いますので、狙ってやってみてください。はい、続きまして今週の通常時の立ち回りについてお話しさせていただきたいと思います。今週はこちら、はい、ワールドツアーヨーロッパ、今回はこちらになっております。目玉はですね、イングランドの星5監督、ノースゲート監督の2回目の獲得チャンスというところになっております。最近はですね、各丸々染めチームに対して2人の監督が出るんじゃなくて、1人の監督が2回登場してレベル2まで重ねれるよっていうパターンがですね、非常に増えてきたのかなというふうに思っております。獅子王の城壁というねフォーメーションコンボを持っている、星5ノースゲート監督が、今回のワールドツアーの、ノーマルモードの全ミッションコンプリートで手に入るよというところになっております。はい、今回のワールドツアーのミッションコンプリート報酬ですけども、ノーマルモードでこんな感じ、いいですね。ノースゲート監督ハードモードでは 500GB、 ベリーハードモードでは、黒ビブスだったり、カラフルビブスだったりが手に入るよというところになっております。はい、続きましてこちら、前回ぐらいのワールドツアーからなんですけども、能力アップ秘密練習のかけらが手に入るという形になっておりまして、10個集めると、いわゆるそちらの能力アップ秘密練習が1つと交換できるよ、黒ビブス1つと交換できるよという形になっております。イベントの開催期間は1週間ですけども、交換期間はその後1週間まで猶予があるよというところでございます。最大で100個まで交換できるという形になっておりますので、イベント頑張って進めてみてください。はい、続きまして最近はワールドツアーの目玉になっております金アクセサリーなんですけども、今回は右ミッドフィルダーに対応した金アクセサリーが手に入るというところになりました。右ミッドフィルダーといえば、今回のイングランド染めで言いますとフォーデン選手が、そこに該当する選手になりますので、フォーデン選手をさらに強化するために、と思っている方はですね、今回の右ミッドフィルダー外せないんじゃないかなと思います。ただし、イングランド染めに限ってでというお話じゃなければですね、右ミッドフィルダーに当てはまる選手ってそれほど多くはないので、まあ、万能な金アクセサリーではないかなというふうには言えちゃうかもしれないですね。ワールドツアーはですね、ボックススカウトを引くことができますけども、今回はですね、イングランド染めに対応した選手たちが5名こちらから登場することになっております。星4選手ですね。でなんといっても、新プレイスタイルゴレアドールっていうのがですね、現状、ケイン選手の星5星4の2名しかいなかったところ、今回はね、バーディー選手も、ゴレアドール系統ということになりましたので、これで全部で登場したのが3人ということになりましたので、バリエーションが少しできたかなというふうに言えると思いますので、今回はこのイベント限定選手非常に大事になるかなと思います。はい、ということで今回のメインはこちら、 3.5 周年イングランド染めガチャの後半戦やってまいりました。上の方ですね、ソル・キャンベル、アラン・シアラ、マイケル・オーウェンの3人が登場というところになりました。いやいや素晴らしいというところでございます。こちらのガチャも、100連目と300連目で好きな星5選手を1人確定というチケットが手に入ると、さらに特別獲得枠が、ステップ1とステップ6、あまり多くないですね、2つあって、ステップ10で、星5選手1人確定となっております。まあこれが結構怪しくて、最初にこのガチャの概要だけ説明をしますと、
こちら提供割合通常時のまずは星5確率から見ていかないといけないですね。これは結構高いと思います。多分 10% そうですね。通常時の星5確率は 10% なんですけども、見ていただいて分かるように今回登場したイングランド染めの、新登場3人の選手以外にも7名の選手が収録されておりますので、必ずオーベン、シアラー、キャンベルが出るとは限らないよ。しかし全体として星5確率は 10% あるよというところになりますので、まあ、イングランド染め選手の登場確率は 3% とも言えますので、なかなか厳しいガチャになっていることは変わりないかなというふうに思います。ということで今回追加された3名を詳しく見ていきましょう。はい、まずはアラン・シアラー、レジェンド選手登場となりました。センターフォワード、イングランド国籍はもちろんですね、94-95シーズンのものが登場となりました。クラブ情報なしということになっておりますけども、このシーズンの時に所属していたのはどこのクラブなんだろう。それぐらいね、出してくれてもいいのかなと思ったんですけどもね。総合値12,785は現状最強レベルでございます。プレイスタイルはナイト・オブ・ライオンということでフィニッシャー系統となっております。特徴で今回はレーン特徴持ち、センターの銃撃いいですね。チーム戦術がサイドアタックの時、センターですね、センターフォワード、オフェンシブミッドフィルダー、ディフェンシブミッドフィルダー、センターバックに配置されている。得意戦術がサイドアタックの選手のシュートとパワーをチューアップするというところになっております。今回のですね、イングランド染めのフォーメーションが3センターバック、そしてディフェンシブミッドフィルダーが1枚、オフェンシブミッドフィルダーが1枚、センターフォワードが2枚ということで、かなりセンターに特化したチームになっておりますので、この、レーン特徴は非常にバフが大きくかかるということになっておりますので、シアラー選手非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。S ランクの特徴はゴールブレーカー、シュートとパスがダイアップする野生の嗅覚というところで、総合値最強レベル、もちろんスキルも強いんですけど、特徴という面ではそれほどめちゃめちゃ優遇されている選手ではないですね、ここまでね。スキルいきましょう。キャバリアーシュート、一定時間シュートとキープと精神力が特大アップ、3つも特大アップします。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続すると。相手に対するデバフはかからないという能力になっておりますので、まあ、その辺がどうなのかなという気はちょっとしますけどもね、まあ、シュートキープ精神力でもすごいと思いますけども。 A ランクはシルキーパス、一定時間パスがチューアップ、パスを受けた味方1人のパスとトラップもチューアップするよというところになっております。なんだかシアラ選手は自陣に優しくて、相手にも優しい、そんな能力になってるのかなというふうに思いますね。能力アップの S はシュートとパスが割り当てられております。強いですね。はい、2人目はマイケル・オーウェン選手登場となりました。98-99シーズンということで、まあ、ワンダーボーイと言われていた頃のですね、リバプールのオーウェン選手、まだこの時19歳とか20歳だったんじゃないかなと思いますけどもね。ワールドカップ懐かしいですね。フランス大会と、日本大会の時非常に活躍したオーウェン選手でございますけども、総合値12,808、現状ゲーム内最強レベルの総合値となっております。ポジションはセンターフォワードのみと。プレイスタイルはシャドウストライカー系統で、特徴エースの資質、オフェンス能力3つですね、パスとドリブルとシュートがダイアップするというところ。 S ランク流星、シュートとスピードがダイアップする、いいですね。ラン&ガンということで、シュートスキルとドリブルスキルの発動率がダイアップすると。スキルいきましょう。リニアドリブル、めちゃめちゃ速いっていうことですね。相手ディフェンス選手全員のスタミナがショーダウン、デバフ発動ですね。そしてタックルとパワーもチューダウンということで、相手ディフェンダーはほぼ瀕死になります。オーウェンがドリブルをすると相手はほぼ瀕死状態になるというところですから、これはすごいですよね。で、自身のドリブルが特大アップすると。しかもファング・オブ・ライオンプラスの方だと、タックルとパワー大ダウン、自分のドリブルが超特大アップということで、いやー素晴らしい能力ですよね。で、A ランクのバーストシュート持ちというところで、まあ、あとはスキルの方で S ランクのシュート系を2つつけたいな、もしくはトラップ系をつけたいなという気はしますけども、オーウェン選手非常に素晴らしい、特徴とスキル持ちなんじゃないかなというふうに思います。能力アップの方の S ランクはドリブルとシュートというところに割り当てられていて、まさにオーウェン選手っていう感じですね。なんとかオーウェン選手がね、ドリブルたくさんできるような位置に配置したいところですよね。はい、3人目はキャンベル選手登場となっております。センターバック、こちらもレジェンド選手ですね。01-02シーズンのものが登場となっておりまして、所属はアーセナルというところです。
総合値11822は準最強レベル。プレイスタイルはカバーリング系統。特徴いきましょう。 A ランク暴れ馬、ファールしやすいがディフェンス能力がダイアップする。まあいいんじゃないですかね。それほどファールしやすいっていうところが大きく影響することもない気がするんでね。 S ランク奪還者、タックルとパワーがダイアップする、いいですね。 S ランクボールサプレッサー、素晴らしい。タックルスキルとマークスキルの発動率が特大アップするということで、これは素晴らしい特徴になってますよね。キャンベル選手いいと思います。はい、スキルいきましょう。 S ランクディスルートマーク、一定時間マークとパスカットが特大アップする、もう素晴らしい。相手フォワード選手全員のスタミナがショーダウン、いやー相手に対するデバフも素晴らしいですね。ウォールオブライオンの方になるとマークとパスカットが超特大アップ、もうどれくらいアップするのかわからないぐらいアップしてますね。 A ランクのブラストタックルで、タックルダイアップなんかも持っておりますので、もうこの時点でスキルで、マークとパスカットとタックルがダイアップしてしまいますので、まあ、素晴らしいセンターバックの能力になってるんじゃないかなというふうに思います。ということで以上の3名の選手が今回は登場となりました。ということでイングランド染めの選手はですね、これで全部で12名登場という形になりました。前半戦の方のガチャの方の内容一覧を見ていきますと、こちらで9名の選手がすでに登場、しておりましてですね、それに加えて、3名が登場となりました。で現状ですね、ジョーカー持ちの選手、いわゆる、まあ、あなたは控えから登場してくださいねっていうタイプの選手はいなくて、被っているのはどこかというとセンターフォワードの選手が4名現状登場しております。で先ほど紹介したですね、シアラーとオーウェンは最強レベルの総合値、そしてケイン選手も準最強レベルの総合値と見ると、おそらくこの3人が、フォワードのレギュラー選手、そしてアブラハム選手に至ってはですね、ちょっと見劣りのする総合値、まあ、特徴スキルと言えるのかなと思いますので、残念ながら、アブラハム選手が1ランク落ちになってしまうかなと、ベンチ枠になっちゃうかなというふうに思います。もしくはもうベンチにも入れなくてもいい気もするので、能力的にはね、なのでね、現状アブラハム選手がまだ足りないんだよなとかね、まだ限界突破せずに判断待ちしてるよっていう方はですね、アブラハム選手に関しては、まあ、監督しなくてもいいのかなと個人的には思っております。もちろんですね、今回のなんだっけ、監督ノースゲート監督はですね、サイドユーティリティの能力を持っておりますので、センターフォワードの選手がオフェンシブミッドフィルダーできるし、まあ、ウィングの選手が、それぞれのミッドフィルダーができたりとかもあるので、いろんな使い方ができます。例えばジェラード選手はオフェンシブミッドフィルダーもできるし、左ミッドフィルダーもできるというところですから、まあ、最悪ですね、ジェラード選手を左側に置いて、アブラハム選手を、真ん中に置いてみたいなことも可能なわけですよね。フォワード選手4人の中の誰かをオフェンシブミッドフィルダーに置くなんてこともできるわけですね。まあ、ただしその必要がないのがランパード選手がですね、ディフェンシブミッドフィルダーがメインではありますけども、オフェンシブミッドフィルダーができるということで、まあ普通に考えたらですね、中盤の底にヘンダーソン選手を置いて、オフェンシブミッドフィルダーにランパード選手、左ミッドフィルダーにジェラード選手、右ミッドフィルダーにフォーデン選手を置くっていう形が通常になるかなと。で3バックが、ケイン、オーウェン、シアラーと、アブラハム選手さよならというのが通常のパターンかなというふうに思います。こうなると現状登場した11名の中で総合値が見劣りがするのが、最初のガチャで登場していたジョー・ゴメス選手の総合値1万トンで822のみになるかなというふうに思いますので、ゴメス選手もですね、ひょっとしたら新登場、今回登場となったガチャの方で追加センターバックがあるかなと思って待ってた方もいると思うんですけども、残念ながら純粋なイングランド染めを作るためにはジョー・ゴメス選手はですね、現状必要な選手になってしまいましたので、監督させていただければなというふうに思っております。さあ今回はですね、まあ、動画の見どころを作るために皆さん、なんだっけな、サムネにもね、書かせていただいたと思うんですけども、こちらのガチャをね10連だけ引いて終わろうかなというふうに思います。特別獲得枠で星5確率 30% ありますのでね、まあ誰が一番当たってほしいかっていうと、自分のなんて言うんですかね、なんていうんですか、夢というかね、嬉しさ的にはオーウェン選手が当たると嬉しいんですけども、今後のサイドアタックチームのことを考えると、シアラー選手がバスッと1枚当たってくれたらめちゃめちゃ嬉しいなと思って、10連だけ引かせていただきまして、今回僕はイングランド止め参加してないんですけども、一応ねせっかく見てくださった皆さんのために10連だけ引いて終わりたいと思います。よかったら今日の動画に対する高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では動画の締めです。
いやー、星5出たらめっちゃ嬉しいよね。って言っても、星5出ても、ね、イングランド止めの選手が出るとは限らないという中で引いております。で、100連目で星5選手1人確定とこのガチャなってるんですけど、そちらもイングランド止めの選手とは限りません。まあ、その辺なかなか厳しい星5確率 10% になってるかなとは思いますね。しかも出ないし。そもそもイングランド染めかな別のかなっていうドキドキもないまま来てしまいましたね。まあまあまあ、やっぱりこう絶対全員揃えるぞって気持ちで引いてないと、そういう気持ちが乗り移っちゃうのかもしれないですね。ひどい。はい、ということで、ただただ GB を無駄にした10連になりましたけども、まあ僕自身としてはですね、引いた様子を見ていただいて何か参考にしていただければ嬉しいなと。そう簡単に出ないよっていうところですよね。やる場合はもう100連、150連、200連ぐらいは少なくとも、引くつもりでね、やっていただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、頑張って集めてみてください。ということで、改めまして、今日の動画良かったよって方はね、参考になったよって方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まだですね、ごめんなさい、 SWCC の振り返り動画が出せておりません。次回以降出そうと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。今日は以上です。失礼します。